僕のことを知っているのかい。誰？お前見たことないな。早いの？これでも一応グランプリレーサーなんだけどな。え？そうなの？悪い。俺グランプリレーサーってビクトリーズぐらいしか知らないんだ。そうか。あ、傷ついた？いいよいいよ、早ければ。君がどれぐらい速いレーサーかは知らないけど、僕も速いか遅いかって聞かれたら速い方だと思うよ。そうか、速いやつなら大歓迎だ。俺のマックスブレーカーもものすごく速い。期待していいぜ。グランプリレーサー以外のレーサーも参加していることは知っていたけど、君もあの手紙で招待されたのかい？手紙？ああ、ボルゾイのジジイから来たあれね。そうだよ。ボルゾイ？まあ、お前たちが知らないのも無理はないか。すごく嫌なジジイだ。きっと今回も最後は何か企んでるに違いない。そうなのか。君は罠と分かっていてこの大会に参加したのかい？俺？俺は速いやつと戦えればそれでいいんだ。それに挑戦されたのに行かないとあったら世界一のレーサーの名が廃るってもんだしな。世界一のレーサー？君が？そう。まあレースすれば分かるって。細かい話は後でしてやるよ。ささ、勝負だ勝負。ああ。これも勝負だ。悪く思わないでくれ。なるほど。自信があっただけのことはある。だが、少し詰めが足りなかったな。そんな、俺のマックスブレーカーがこんなにあっさり負けるなんて。君のマシン、確かに僕のオメガよりも格段にハイポテンシャルな機体みたいだ。直線スピードも素晴らしい。でも。でも？君はレースの組み立てが甘い。性能的に劣っていたオメガが勝てたのは、そこで僕の方が少しだけ君に勝っていた。経験の差が正直に出たレースだ。経験？まあ逆に言えば、君の経験不足のおかげで僕が勝てたようなものだから。
あまり自慢できる勝利ではないけどな。いや、お前はすごい。やっぱ世界にはいろんなレーサーがいて面白い。いい勉強になった。僕もまだ君のようなレーサーがいると分かってよかった。またレースしてくれ。ああ、約束だ。それじゃあ、僕は先に行かせてもらうよ。気をつけていけよ。この先は 100% 罠だと思うからな。分かった。肝に銘じておくよ。ここが最終ステージ。確かに怪しい雰囲気だな。決勝進出おめでとう、ユーリ君。さて、それでは最後のステージへご案内しよう。今の声がボルゾル。他のレーサー諸君もぜひ観戦しに来てくれたまえ。最後のセレモニーにな。なんだここは。ようこそファイナルステージへ。ようこそ、シルバーフォックスリーダー、ユーリ君。あなたがボルゾイですか。さよう、我が名はボルゾイ。今回は諸君らの参加、とても感謝しているぞ。本当にここは決勝会場なんですか。まあ、そんな怖い顔しないでほしいものだな。君たちレーサーには本当に心の底から感謝しているのだからな。ここまでの全てのレース、オフィシャルじゃ誰もいなかった。本当に大会が目的なのか教えてくれ。大会であろうとなかろうと、ここまでのレースは楽しめただろう。こちらも君たちのおかげで貴重な研究を進めることができた。今回の計画は成功だ。研究？いかに。今大会で得たお前たちの走行データは我が研究に大いなる発展をもたらした。究極のマシンを創造する我が研究の名。大会という名で僕らを招待し実験台にしたということか。特にここまで残ったユーリ君、君のおかげで今回の研究も最終段階に入ることができた。あとは最後の仕上げを残すのみだよ。礼を言うぞ。それならそれでも構わない。だが、大会という名目で招待された以上、決勝戦ぐらいはやらせてほしい。決勝？そうだな。では君には決勝で我が究極のマシンの相手をしてもらって研究の仕上げを終えるとしよう。今大会で最強を誇った君のマシン、オメガを破壊してな。なんだと。最強のマシンはこの世に一台だ。決勝の相手はこの私。最後の仕上げは君のマシンをこの世から消すことで完成だ。なるほど、それが本当の目的か。随分と馬鹿にされたものだ。その元気がどこまでも持つか。では最終ステージを始めよう。決して君が勝利することのない最後のレース。ふざけるな。貴様ごときにオメガが買わせるものか。勝負だ。
これも勝負だ。悪く思わないでくれ。ほう、これは意外だいだな。そうでもない。その程度のマシンなら今までの相手の方がはるかに速い。僕を甘く見すぎていたようだな。ああ、よい。こんなものは数ある我が研究の一部にしかすぎん。だがこれなら次はもう少し本気でやらねばいけないんだ。優勝おめでとう、ユーリ君。上辺だけの優勝など受け取るつもりはない。用が済んだのなら早く終わりにしてくれ。僕の帰りを待つ仲間がいるからな。そうか。仕方がない。今回はこの辺で閉会としよう。だが仕上げを残したままというのも気分が悪いな。ここももう用済みだ。少々計画が狂ってしまったが。ではこの会場もろとも君たちのマシンには消えてもらうとしよう。何？参加レーサー諸君、最後のフィナーレだ。機会があればまた会おう。待て！勝っても負けても最後にはこうなったということだ。大きく言った通りだ。最終決戦前にレーサーをここに集めたのはこれが理由か。下が今もうすぐだ。そろそろ崩れ散る。ぼやぼやしてる暇もないわ。行こう、オメガ。
さあ帰ろう、オメガ、みんなの元へ。